27年世代は1927年にスペインで起こった文学の潮流。15世紀から17世紀のスペイン黄金世紀に活躍した詩人ルイス・デ・ゴンゴラヌボツゴ300年に合わせて1927年にスペインの主要な詩人が一堂に会してグループを結成した。ゴンゴラは ゴンゴリスモと呼ばれる集字的で難解な表現手法を確立した詩人であり、27年世代はゴンゴラを再評価しようとする若い詩人の集まりである。ドイツの言語学者であるヒュゴ・フリードリッヒは27年世代について、今世紀前半のヨーロッパ女上詩が生んだ、おそらく最も貴重な宝であると評している。彼らの作風に統一した特徴があるわけではないが、おおむね反リアリズムや、 反ロマン主義の立場を取った。彼らは首都マドリードのみで活動していたわけではなく、むしろ各はセビリア、マラガ、テネリフェ島にあった。ガリシア地方、カタルーニャ地方、バリアドリッドに住むメンバーもいた。1930年代になるとシュルレアリスムの出現により大きな変化が生じた。1930年代後半のスペイン内戦では、 多くのメンバーが亡命に追いやられ、フェデリコ・ガルシー・アロルカのように内戦中に殺害されたものもいた。内戦終結後には主に国外で検証されている。ダマソ・アロンソは長らく、レアル・アカデミア・エスパニョーラで会長職を務めた。1976年にスペイン語作家の功績を、称えるセルバンテス賞が創設されると、初代受賞者には、ホルヘ・ギジェンが選ばれ、翌年の受賞者には、 ダマス・アロンソが選ばれた。1977年には、ビセンテ・アレエクサンドレが、ノーベル文学賞を受賞している。競技にはこれらの10人を指して27年世代と呼ぶ。彼らより、やや年代が、上のフェルナンド・ビリア・ローン、ホセモレーノ・ビリア、レオン・フェリペや、やや年代が、下のミゲル・エルナンデスなどが加えられることもある。必ずしも、文学関係に限定されず。 映画監督のルイス・ブニュエル、シルレアリスム画家のサルバドール・ナリア・オスカル・ド・ミンゲスなどを含める場合もある。ありがとうございます。